こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回ですね、いつもと違った環境から動画をお届けしたいなと思ってるんですが、もう皆さんもお気づきですよね。こちら今日はですね、 GU さんのプレスルームの方にですね、お邪魔をしています。いや、ちょっとね、僕も初めてなので、ちょっと緊張もしてますし、ちょっとワクワク感が止まらないんですが、今日はこちらでですね、僕たち大人世代が着れる GU の服ってあるのかっていうところですね、もう本音ベースで皆さんにお伝えをしたいなと思ってですね、もう最初にお伝えしておきますが、今回は PR の動画ではなくて、僕は無理を言ってですね、GU さんのプレスルームの方にお邪魔させていただいているので、まあ、この中から、まあ、僕ら世代が着れるようなものをですね、どんどんご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、早速中の方を覗いてみましょうか。はい、ちょっとこういつもの店内とは違った感じですよね。なんかもうホワイト基調で、すごくなんか上品な空間で、すごいなんか個人的にもテンションが上がってるんですが、メンズの商品がこちらに並んでいます。なんか GU さんというと、僕らのイメージだと、なんかこう、ユニクロには行き慣れてるかなと思うんですが、GU ちょっとこう若いかなと思って、なかなか入りづらいと思ってる方も少なくないかなと思うんですね。僕もかつてはそういうイメージがあったんですけど、実はなんかトレンド感があって、僕ら大人世代でもこう取り入れやすいものって結構多かったりするので、今回はね、もうピンポイントで、このあたりのアイテムは大人世代にもバッチリ似合うというものをお伝えしますので、早速掘っていきたいと思います。はい。このあたりのね、カジュアルもいいっすよね。アウター類もいろいろありますよね。うん、ちょっとこのあたりのちょうど触れるとして、ちょっと奥の方に行ってみたいんですが、手始めにこのあたりをちょっとなんか皆さんに見ていただきたいんですよね。ちょっとこうビジネスの延長線上で使えそうな切れ目アイテム。このあたりはもう鉄板で使いやすいんじゃないかなと思うんですね。まずね、気になったのがこのジャケットですよね。ジャケットはね、僕ら世代としてはすごく使いやすいアイテムかなと思うんですけども、これなんかは少しシルエット的にはゆったりめになっているのかなと思うんですけども、ポケットね、サイドになっていて、まあ、いわゆるこう、パッチのポケットではないところが、まさしくなんかこうね、GU さんらしいアプローチですよね。まあ、色に関してはね、まあ、僕ら世代だとネイビーとか、そのあたりが鉄板だと思うんですが、まあ、シャープなブラックもかっこいいなと思いますし、あとこれ表記は何なのかな、ベージュっぽい色合いになると思うんですが、この色もね、すごくいいですよね。せっかくなんでちょっと羽織ってみたいと思います。いい色ですよね。僕もなんかネイビーだとかブラック系は持ってるんですが、このね、ベージュは持ってないので、ここら辺に置かせていただいてね、いつも通りね、もうノンストップで撮りたいなと思うんですが、このベージュいいんじゃないですか。ちょっと切りましょうか。これサイズがね、全部プレスルームに置いてあるものは L なんですね。はい。ちょっと大きめではあるんですが、ちょっと鏡で見させてもらいましょうか。良くないですかこれ。ちょっとサイドのポケットで、はい、こんな感じですね。今日はちょっといつもとヘアスタイル変えてるんですよ。GU さんにお伺いするということでね、前髪を下げて、ちょっとでも若々しくね、見せたいということで、このヘアスタイルなんですが、なんかいいっすよね。ちょっと袖が長いので、こう腕をまくりながら着てもらってもいいですよね。まあ、このあたりのジャケットとかは結構雑誌のホモさんとかでもなんか特集してたりはするんですけども、非常にね、バランスいいですよね。モード感があって、こんな感じで、ちょっとゆったりめに着てもらうっていうのも、大人世代でも使いやすいかなと思いますね。一応セットアップで用意があって、こういったパンツもあるんですけども、まあ、セットアップもかっこいいんですけど、気軽になんかブラックのパンツとかで、この単品使いしてもらってもすごくいいんじゃないのかなと思いますね。全然着れますよ。これ大人世代でもいけるので、ぜひチェックをしていただきたいですね。まあ、ブラックもいいですけどね、僕はもう今回はベージュ推しです。まあ、まだ持ってない方はネイビーブラック系もいいので、ぜひ見ていただきたいですね。あ、これはもう通常のジャケットパターンですね。意外とね、素材感も含めて上品で使いやすいんですよ。価格もね、またユニクールも一段階お買い得になるので、ちょっと細かいとこはね、テロップに入れときますので、皆さんそこで見ていただきたいなと思うんですが、非常にいいですね。はい。この色もいいですし、あとはちょっと気になるのが、こういうなんだろう、ジャケットの内側に着るようなカットソーですね。まあ、ロンティーなんですけども、これもベーシックで使いやすいんですが、結構嬉しいのが、後ろですね。まあ、ジャケットの時に T シャツってこう、首周りが汚れたりすると思うんですが、ここはちょっと高さがあるので、ちゃんとジャケットの、
襟裏が汚れないような仕様になっていて、こういったところも含めてなんか使い勝手いいですよね。質感もすごくいいので、白 T を中に入れてもらっても、セットアップコーデが完成するので、これもいいですよね。こういったものもやってるんですね。普段なかなかお店に行くと、物がかなりたくさんあるので、ちょっと迷っちゃうんですよね。何自分しに来たんだろうって思っちゃうので、なんかピンポイントで今日ご紹介するものなんかを見に行かれるといいんじゃないのかなと思いますね。シャツもすごくいいっすね。なんかいろんな種類あって、ちょっとこういう、なんかベージュの表現が好きなんですよね。ベージュの中でもちょっとこうグレッシュな色合いで、素材の質感もほんとね、いいんですよね。高見えすると思います。これなんかね、1枚で着てもなんか様になりそうですね。ブラックのパンツ合わせてもいいので、ちょっとこのね、ベージュのシャツとか、ちょっとね、このブルー系もなんか最近はトレンド感があっていいなと思うんですよね。なんかこう、黒いパンツと合わせて1枚で着てもいいと思いますし、G のシャツなんかはかなり使いやすいですよね。うん。このあたりのコーナーは、割とこうビジネスカジュアルから、ちょっと綺麗めなカジュアルまでいけるので、すごい良さそうですね。はい。ぜひ大人世代はチェックしてもらいたいゾーンがこのあたりですね。あとはですね、まぁ、ちょっとね、スウェットとかもかっこいいですけどね、僕世代だとね、ちょっとこう、着こなすには難しいかなって感じる方もいるかもしれないですが、ちょっとワイドなスウェットなんかもかっこいいですよね。ちょっとヘビーウェイトでいい感じですね。まあ、デニムジャケットもこれ完成度高いんじゃないですか？ちょっとなんかこれも僕着てみたいと思います。はい。ねえ、なんかね、今季すごくこういったデニムジャケットのアプローチが増えてるんですが、ねえ、これも価格的にはだいぶ抑えめで、しかも色落ちの雰囲気もかなりいいですよね。ちょっと着てみましょうか。ちょっとサイズ大きいのかな？どうなのかな？ちょっと鏡で確認してもいいですか？おー、いいですね。どうですか？皆さん。かっこよくないですか？なんか G ジャンっていうと僕ら世代の中ではなんか定番的な位置づけなんですけども、ちょっとこう、ね、昔の G ジャンのようにタイトに着るというよりは、ちょっとゆったりめに仕上げても、なんか今っぽくていいですよね。ちょっと僕何も考えないでポケット入れてますが、G ジャンってあんまりこうポケットがない印象なんですけど、このポケットあることで結構アウターとしては使い勝手も抜群にいいですね。なんかサイズ、僕普段だったらジャストサイズが S とかなんですけど、これ L で2サイズアップなんですけど、全然なんかこれでもなんかすごい大きすぎるって感じはしないので、1サイズから2サイズぐらいアップしてもトレンド感あっていいなと思いますし、別にこれなんか違和感全くない。僕ら世代が来ても本当にね、しっくりとハマるのかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいですね。いい。このまま帰れそうな感じします。めちゃくちゃいいじゃないですか。これで価格いくらなんだろうな。言ってんのかな。で、ちょっと細かくは、テロップを見ていただきたいんですけど、驚きの価格です。この価格です。ここにテロップで今、載ってますが。はい。すごいっすね。デニムジャケットも買おうと思ったら結構高いんですよね。トレンドアイテムだからって言って、なんだろうな、すごい金額が高いもんってなかなか買いづらいですけども、これぐらいの価格帯であれば、ね、なんか気軽にトライしやすいですよね。あとね、これですよね。僕の中では、なんか自由さんのイメージで、こういう CPU ジャケット。これもね、使い勝手めちゃくちゃいいですね。秋のアウターとしては、まあ、丈の長いものはこれから冬に存分に楽しんでいただくのがいいかなと思うんですけど、まあ、短めでサクッとシャツ感覚で着れるんだけども、普通のシャツよりも厚手っていうところで、このあたりがね、やっぱめちゃくちゃ使いやすいんですね。で、色の感じもこのブラウンいいですね。混じり気があって、少しね、なんかこう、ペタッとした見え方にならないってところがめちゃくちゃいいんじゃないですか。これも着てみましょうか。僕もね、こうやってシャツアウター的なもの大好きで、多分 GU さんでも過去に3枚ぐらい買ってんじゃないかな。でもちょっとこう秋らしいブラウンなんかもすごくいいかなと思うんで、どうでしょうか？これもいいんじゃないですか？まあサイズ感は少し大きめですけど、でも違和感ないですね。はい。いいですよね。大きめの胸ポケットも含めて、バランスいいですね。うん、なんか厚すぎないし、なおかつ軽量なので、なんかこれだったら気軽に羽織って T シャツの上にね、着るだけでアクリのコーデが完成するし、あとはなんだろう、バンドカラーのシャツとかと合わせてもいいんじゃないかなと思いますね。バンドカラーのシャツどこにあるかな？このあたりと
合わせてもらって、丈がね、ちょっとこっちのシャツの方が長いので、こういった着丈の長さのバランスをね、変えながら着てもらうのもいいと思うので、結構これあれば、9月から11月初旬ぐらいまではいけると思うんですね。最初は T シャツ合わせて、で、もうちょっと季節進んだらシャツ合わせて、あとはさらに進んだらちょっとこうミドルゲージぐらいのニットなんか合わせてもいいかなと思うので、これめちゃくちゃいいです。色はね、またなんか何色かあるんですよね。これが、展開、ブラックもあるんですが、まあ、定番的な色合いでいいと思いますが、個人的にはブラウンいいんじゃないかなと思いますね。これね、セットアップでいけたらめちゃおしゃれですけどね。タック入って、まあ、これこれ単体でも楽しめそうですね。はい。ちょっと上級的になりますが、こういったね、茶系のセットアップも組めるというところで、なかなかいいっすよね。これも鉄板です。ぜひ皆さん、お店で試着をしていただきたいなと思います。はい。意外とこのあたりのゾーン僕好きなの多いですね。パッと見はなんかカジュアルっぽくて、大人世代難しいかなと思いつつ、意外と着るとスッと馴染みますので、ここら辺はぜひお店で試着していただきたいですね。あとはね、こういった、これなんかもかっこよくないですか？ちょっとスポーティーなマウンテンパーカー。かっこよくないですか？なんかね、スポーツブランドの、いわゆる、こう、ロゴとか入ってないので、すごくシャープな感じに仕上がってますよね。これもね、ちょっと着てみたいと思います。なんか、シャープな感じします。アウトドアのね、感じはあんまりせず。どうだろう。サイズちょっと大きいと思いきや、お、めちゃくちゃ良くないですか？これかっこいいっすよね。ちょっとオーバーサイズ気味に着てもらってもいいと思うんですよね。まあ、大人世代だったら、まあ、ジャストサイズよりワンサイズ上げてもいいかなと思うんですが、僕思い切って今ね、ツーサイズ上げてるというより、これしかサイズがないっていうところなんですけども、めちゃくちゃいいですね。ここのね、腕のこのフィット感調整できるので、このような形でちょっと締めてあげて、腕ちょっとタッチ上げながら着てもらってもいいと思うので、かっこよくないですか？大人のね、アウトドアコーデっぽいところだけども、モノトーンでまとめると、すごいシックでかっこいいんで。これいいっすね。なんか着ないとわかんないです、このあたりは。着ると、さらに魅力が伝わってくるようなアイテムかなと思うので、なんかオールブラックでね、シックに決めてもらうのもいいかなと思うので。これもぜひ。いいっすね。ちょっとなんか新発見が多いな。もうちょっと僕ね、掘ってみてよかったなと思いますけどね。今までね、どうしてもユニクロさんの方行くことが多くて、僕の中でもどうしても、ちょっと僕世代着れるかなっていうところがあったんですが、意外と着れそうなものいっぱいありますね。あとね、まあ、着丈今長いものを着ましたが、これも良くないですか？着丈ちょっと短くて、こっちの方がまあよりスポーティーな感じしますけども、ブランドロゴがなくて、しかも色がいいっすね。これオリーブなのかな？これもいいっすね。ユニクロさんで言う、ブロックテックパーカー的な位置づけなんだと思うんですけど、これ良くないですか？良さそうな気配してるんですが、皆さんどうでしょうか？ちょっとね、毎回半信半疑で似合ってるかなどうかなっていうのをここで見てみたい。あ、いいじゃないですか。いいっすね。これもなんか質感、色の感じとか絶妙ですよね。これオリーブですか？あ、オリーブ。なんかオリーブの中でもなんかミリタリーっぽくなるようなオリーブじゃなくて、ちょっと品のあるオリーブですよね。これは高見えしますね。すごいいい。丈もなんだろうな、今2サイズアップしてるんですけど、これくらい隠れちゃった方が、かえって大人の余裕感じていいんじゃないですかね。良くないですか？これ気に入りましたね。なんかスポーツミックスをね、なんか作るには最適かなと思うので、これはいいなぁ。なんかベタ褒めしてからなんか PR っぽくなっちゃうけど、本音で言ってますからね。僕はね、そこら辺本音で言いたかったので、こういった形でね、無理して、無理を言って、こちらお伺いしてるので、全部本音ですが、めちゃくちゃこれもいいですね。価格も多分これもかなりこなれてると思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね。はい。まあ、ちょっとアウター系いろいろ来ましたが、他にはね、ボトムスも結構いいものたくさんあるんですよ。この辺のストレート系のパンツですね。これもね、いいですよね。なんか最近はこう、
ワイド系のパンツとか、あとはテーパード効いてるものが多かったりするんですけど、まあ、ストンと落ちるような感じで、こういったものも足長効果があるので、ちょっと僕はさすがにウエスト的に L は大きいかなと思うので、今回は履きませんが、これなんかもすごく使いやすいんですよね。まあ、タックインして着ることもできるし、後ろはゴムになってるんですけども、前はちゃんとこのようにね、普通にこう見えるようになっているので、そのあたりもね、含めて使い勝手すごく良さそうですね。ああ、センタープレスも効いてるんですね。ちょっとこうスラックスっぽくも履けつつっていうところで、なかなかこれもいいですよね。色もね、バリエーションたくさんあって、ワインレッドか。なかなかブラウンからワインっぽい色合いですか。こういうのもね、履けたらおしゃれですが、ね、僕も含めて、まずはなんか、一本目はブラックから始めると使い勝手いいんじゃないのかなと思いますね。ボトムスも充実してますね。はい。それとですね、ちょっと見てみたいのが、靴なんですよね。靴隠れた名品が多いので、ちょっと見てみたいと思うんですよね。はい。これとか、ちょっとさっきから気になってたんですが、昔、いいですよね。ちょっと最近なんかこういった僕ら世代からすると少し懐かしさもあるかなとは思うんですが、昔の人気はね、また戻ってきていて、これをちょっとこうさっきみたいなね、ストレートのパンツと合わせてもすごくかっこいいと思いますし、まあデニムなんかでね、ちょっと足元引き締めてもらうのもいいかなと思うんですが、これもね、価格、リアルレザーなんですね、これね。で、4,990 円っていう恐ろしい価格設定なので、ちょっとトレンド感をね、取り入れるのも、こういった GU のね、商品の中からチョイスしてみるのもすごくいいかなと思いますね。ブラックのレザーもいいし、ちょっとベージュのスウェードもね、なんかいいですよね。秋冬のなんかコートとかと、なんかこうね、ボリューム感あるものと合わせても、ちょっと可愛い感じがして、レザーシューズってなんかね、最近履いてない方も多いと思うんですよ。もうスニーカーばっかりって方も、僕も含めて多いかなと思うんですけど、足元こういった感じで変えてあげるのも、全然なんか新鮮な感じもするし、カチッとした革靴もいいけども、ちょっとこうカジュアル感のある、このあたりのおかしんとかもめっちゃいいかなと思うので、おすすめしたいですね。レザーシューズすごいっすよね。この値段で出したら、なんか業界から怒られそうな感じの価格設定で、ちょっと心配になりますが、ね。あとはこっちもそうですよね。作業のセットアップとかと合わせられそうなね、レザーシューズね。ストレートチップも、これもね、価格が、これ4000円。恐ろしいっすね。普通に形綺麗にね、こう尖りすぎてないし、丸さもそんなにこう際立たない。本当にベーシックで使いやすい形になってるんで、これで4000円リアルレザー。すごいっすね。めちゃくちゃいい。あとまあ、ブラウンのこういったスウェードも結構使いやすくて、リジット系のデニムでちょっと一回ぐらいちょっと折り返しながら、こういったなんかスウェードのね、ブラウンのシューズと履いてあげたらすごいバランスいいなと思うんで、このあたりもいいですね。まあめちゃくちゃいいなぁ。ちょっとシャツ着させてください。T シャツでずっとね、話してたので。はい。あとは、あれもいいですね。まあレザーのスニーカー僕も持ってるんですよ。リアルレザースニーカー持ってますが、その中でもこのライトグレー、色合いいいですね。このライトグレーっていうのがスウェードでまたできてるんですけども、ね、シルエットもすごく使いやすいし、紐とのね、バランスも含めてすごくいいし、まあ、ブラックのパンツに対して、こういったね、ライトグレー系でモノトーンで合わせてもらってもいいと思うし、ブラックにはないまたね、ちょっとこう、こなれ感も出せるかなと思うんで、これも価格が4000円か。ねえ、なんか白レザースニーカーだけでちょっと飽きてきたって方には、こういったライトグレー系もいいかなと思うので、ぜひこれもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では GU さんのプレスルームにお邪魔をしまして、30代40代の大人の男性に似合う服をですね、もうとことん皆さんにご紹介をさせていただきました。僕の中でも結構気づきが多くて結構驚いたんですけども、なんかね、 GU さんっていうとちょっと若い世代のものかなというイメージが強かったんですが、結構僕ら世代にも使えるものたくさんありましたね。ビジネスカジュアルにも使えそうなジャケット系も充実してますし、あとはちょっとトレンド感のあるカジュアルとかも、割とこうサイズ感ゆったりしてるけども、極端ではないので、僕ら世代でも全然着こなせるかなと思いますし、あとは素材感とか色使いがめちゃくちゃ良かったですね。結構ね、こう、これでこの価格っていうような、結構ギャップのあるところ、そこなんかもね、驚きでしたね。
まあイメージで言うと、なんか素材感とチープに見えないかなっていう、こう、不安な気持ちもあったんですが、そういうところは全くないので、結構ね、このあたりなんか僕、驚きだったんですけども、色合いとかもすごくいいし、質感もすごくいいので、もうほんとね、価格とは全くかけ離れたクオリティだと思うので、そのあたりも含めて安心していいと思います。ここは太鼓判が押せるかなと思うので、ぜひ大人の男性も GU さんでね、お買い物していただきたいなと思いますし、まだ店内広くて何買えばいいかわかんない方もいらっしゃると思うので、今回ご紹介したものをピンポイントで見に行ってみるのもいいと思いますし、ぜひね、このあたりは本当に使えるもの多いかなと思うので、お近くの GU さんの店舗まで行っていただければと思います。あとはオンラインもね、結構買いやすいかなと思うので、そのあたりも含めてチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。